ミクマク語は、東部アルゴン近所語の一つで、カナダとアメリカ合衆国に住む2万人のミクマク族のうち1万千人により、話されている。ミクマックという単語は、我らの友達という意味で、形容詞型がミクも、この言語のミクマク語での自称がミクマウイシュモック、またはミクモアイである。以下に、ミクマク語における音素を示す。素音はびの素音の隣では無だが、 共鳴音の間では、異音として優勢化する。例えばミクマックは、音陰マ内メートル I、K マックス、だが、ミマックスと発音される。エルセパガトグファーストネーションのミクマック語による、停止標識、ミクマック語のローマ字による、表記方式は19世紀に宣教師たちによって、いくつか考え出されている。以前はこの言語は、 ミクマック小形文字という部分的に独自の方法で書かれていた。フランシス・スミス聖書法は1974年に開発され、1980年にミクマックネーションの公式聖書法として採用された。これが最も後半に使われる聖書法で、ノバスコシアのミクマックとミクマックグランドカウンシルにて用いられる。これと告示するのが、 歴史根性処方であり、違いは、母音の長さを示すのにアポストロフィか、A アクセントの代わりにコロンを用いることだけである。フランシス・スミス聖処方が開発された当初、アポストロフィが母音の長さの符号として指定されていたが、ソフトウェアアプリケーションが誤って、ティックをカーリーアポストロフィへと、 自動修正してしまったため、A アクセントによる二次的手段が正式に容認された。棒付き合いはしばしばより一般的な、極アクセント付き合いで書かれる。リスチュグッチ聖書法ではアポストロフィが長母音を示し、グラムの文字が、キロの代わりに用いられる。19世紀のパシフィック聖書法では、W と I を使わずに、O と I を代わりに用い、母音の長さは無視している。 19世紀のサイラス・ターシャス・ラントによる聖書法も価表に示したが、これはより複雑である。ありがとうございます。